輸送木は、カリブ海の諸島とコロンビア地域沿岸部に分布する、浜菱海輸送木族の樹木である、リグナムバイタと呼ばれることもある。ただし、リグナムバイタという名称は本種のみならず禁煙種も含めた類似種に対して使われることもあり、また、本種や禁煙種の木材を指すこともある。特に木材関係では、リグナムバイタと称することが多い輸送木という和名は、 家草木であり、口述のようにかつて梅毒の特効薬と考えられていたことからの命名である。また、首相名のフィチノレイも薬効ありの意味である。幹は垂直に伸び、高さ5から10メートル。直径は10から45センチメートルだが、太いものは70センチメートルに及ぶ。成長は遅い。樹幹は濃い緑の密な葉で覆われる。樹皮は淡かし色で平滑。 開白色と肺褐色の反紋があり薄い、臨片状に剥がれることなどが、同族多種との区別点である。葉は、偶数上腹用。醤用は4から6枚。高大円形、または、東卵形、長さ2から5センチメートル、幅1.2から3.2センチメートル。角質。醤用は東卵型や高大円型で、基部は、鈍型から円形で、全円、角質で。 仮面は大白色、長さ1から3センチメートル。花は3型花女で多数つく。わずかに方向があり花びら後、長さ1.2センチメートル。濃いまたは薄い紫。果実は、扁平なトーラン系。種子は1から2個。劣化する。プエルトリコでは、早春から秋まで、キューバでは3月から5月までが夏季である。本種は、 近縁種のバハマ輸送木と共に生息していることもあるが、両者の雑種は知られていない。多くの昆虫が輸送木の葉を食べ、時として樹木を丸坊主にしてしまうこともあるが、食害のために輸送木が故死した例は記録されていない。また、放牧に対しても耐性がある。本種は小アンチル諸島の大部分と大アンチル諸島、バハマ諸島の南カエコス、およびベネズエラ。 コロンビア、パナマの沿岸部、アルバ、ボネール島、トバゴ島、キュラソウなどの島に自生する。また、トリニダード島やガイアナにも見られるが、これらは在来種ではない可能性がある。山火事や病害や開発のためカリブ海のいくつかの島では絶滅したか、もしくは絶滅寸前である。また、本種は自然分布域の各地で、あるいはフロリダやインドを含む、 世界各地で栽培される。生息地の年間平均気温は、摂氏24.5度から摂氏27.5度までの幅があるが、いずれも無双地帯である。生息地の年間平均降水量は、キューバでは500ミリメートルから800ミリメートル、プエルトリコでは750ミリメートルから1000ミリメートルであり、ハイチでは300ミリメートル以下の地域にも広がっている。 沿岸部に生息するため、生息地の相対湿度はかなり高く、プエルトリコでは平均80%である。本種の生育環境としては深く肥沃で中間的な土星の土壌が最適と思われる。キューバでは川口付近における砂質の中積土壌において最もよく成長していた。しかし、本種は成長が遅いため競争相手の少ない岩だらけの土地に、 わずかな浅い土壌で覆われているような貧弱な環境でのみ生き延びている。このような土壌の典型的なものは沿岸部の多孔室の石灰岩自体である。本種はあらゆる土星で成長するが水はけの良さが要求される。また、pH8.5 程度のアルカリ性土壌には耐性がある。1514年にサントドミンゴに上陸したスペインの歴史家ゴンザロ。 フェルナンデスでオビエド・アイ・バルデスは、カリブの先住民はこの木で梅毒を治療していると報告した。彼はこの樹木をアグワヤキャンの名称で、自生種として言及している。本種はヨーロッパの王族で入手競争となり、最終的にカルロス一世が独占した。彼は即位するとハプスブルク家の御用商人だったフッカー家に輸送木の交易を委ねた。 ウルリヒホンフッテンは1519年に表したデモーボーギャリコにおいて輸送木により梅毒から回復したと報告し輸送木の人気が沸騰した16世紀前半に輸送木はヨーロッパで水銀とともに梅毒の治療薬として使われフッカー家は巨万の富を築いた1529年にパラケルススは論文の中で バイドク治療薬としての輸送牧の効果を否定した。フッカー家は圧力をかけて論文の出版を停止させたが、輸送牧の人気も次第に限り、フッカー家は16世紀末には輸送牧の公益事業から撤退した。1687年から1689年にかけてジャマイカ総督アルベマール公爵付きの医者、ハンススローンが本種の標本を採集し、 ジャマイカの博物にその特徴や、材の硬さ、薬効などについて詳細に解説し、その標本スケッチをもとに、輪廻が学名を付けた。本州の木材は、世界で最も硬く重い材として知られる。また、油分を多く含み自己潤滑性がある。これらの特徴のため、船用プロペラシャフトの軸受け、滑車、ベアリングなど海洋で使う製品に最適である。また、 古くから彫刻、木彫り、くろ細工に利用されていた花の美しさのため、干渉用樹木として広く植栽される。カリブ海沿岸地域では特に多い、ジャマイカの国家である。本種の浸出液や木材のチップやコクズなどから抽出されるグアヤック油の成分の一つであるグアヨールは酸化されると色が変わるため、シアン、加酸化水素、オゾン、 ハロゲンガスなどの検出に用いられる。グアヤック油はまた酸化防止剤、ガムベースなどの食品添加物としても利用される。ありがとうございます。